よ。いやー、ありがとう、ずーちゃん。まだお店に慣れてなくってさ。気にしないで、私はバンドのリーダーだもん。これくらい当然。どうして私は連れてこられたのかしら。だってバイオリンの弦を張り替えたいんでしょ。それなら一緒にお買い物すればいいかなって。あれは独り言だったのだけれど。まあまあルイルイ、たまにはみんなで楽器屋さんっていうのも悪くないかもよ。買い物くらい一人で十分よ。一緒に行く必要はないと思うけど。でもさ、本当に意味がないかどうかはやってみないとわからないでしょ。双葉さんはよくここに来るの？そうだよ。だからこの楽器屋さんには詳しいの。二人とも何でも聞いてくれていいからね。ならバイオリンのコーナーはどこかしら。バイオリン、バイオリンだね。うん、任せて。確か、そうだ、こっち。着いたよ。ここがバイオリンコーナー。おー、さすがツーちゃん、迷いのない足取りだったよ。これくらい当然だよ。弦があるのは確か。選び終わったわ。え、もう？ええ、いつも使っているものと同じ弦を見つけたから。さてはルイルイ、衝動買いとかしないタイプだね。そうね、したことはないわ。でも他に何か必要なものあったりするかも。ほらルイさん、よく思い出して。そういえば松ヤニが残り少なかったわね。松ヤニだね。任せて、私が一緒に探してあげる。必要ないわ、弦の隣に置いてあったのを見たから。もう私の出番がないじゃない。まあまあツーちゃん、まだ広町の用事が残ってるよ。次は私をベースコーナーに連れてってほしいな。そうだね、ベースコーナーはあっち。ついてきて。はい、ついてよ。ななみちゃんもベースの弦を買いたいんだっけ。そうそう、そろそろ交換したいんだ。任せて、弦はあの壁に並んでるのがそうだったはず。ちなみにこっちが最近入荷したベースの新モデルだね。で、あの辺りにあるのが売れ筋の商品。本当だ、つーちゃんすごいね、店員さんみたい。まあ私詳しいからね。弦、ずいぶんたくさん種類があるのね。そうなんだよね、素材で音も変わるし、私も試してみてるとこなんだけど。そうだねえつーちゃん、低い音が出やすい弦ってどれかな。そういうのがあればバンドでも合わせやすいかなって。低い音が出やすい弦？そのちょっと待ってね。ベースの弦、私この前メモしたかな。もしかしてつーちゃん、これも秘密の特訓してた？どうして知って。やっぱり隠すことないのに。どういうことかしら。かわいいツーちゃんは楽器屋さんの綿密な下見をしてくれてたってことだよ。ちょっと大きな声で言わないで。ごめんごめん。でもどうして頑張ってくれたの？だってバンドのリーダーなのに楽器屋に詳しくないってなんだか格好悪いし。変なことを気にするのね。変なことじゃないよ、大事なことなの。うんうん、でもそのおかげで助かったよ。ありがとね、つーちゃん。もうこんなはずじゃなかったのに。
お姉ちゃん的にはこっちかな。え、どっちでもいい？もうまたそんなこと言って。じゃあお姉ちゃんはこの服買ってくるから、二人ともいい子で待っててね。あ、こんにちは。ごめんなさい、恥ずかしいところを見せちゃいましたね。私ですか？お買い物してました。今は妹たちとお洋服を見てます。あの子たちおしゃれに興味がないみたいで。だからお姉ちゃん、姉の私が一緒に選んであげてるんです。え、私が頼りになるお姉さんですか？そう見えますか？まあなんて言ったって学級委員長を務める私ですからね、当然です。それにバンドのリーダーとして輝く景色を目指さなくちゃいけないので。輝く景色とは何かですか？お本、あなたの輝きが道を照らすっていう月の森の校訓があるんです。それに習って私たちも輝く何かを見つけられるよう、その先にある素敵な景色を見れるようにって。それが今のモニカの目標です。あ、モニカはモルフォニカの略称です。呼びやすくって覚えやすい、すごくいいと思いませんか？もちろんモルフォニカの方だってお気に入りですよ。私たちらしくて他になくって特別で、そういうのって素敵ですよね。まだまだモニカは始まったばっかりですけど、月の森星らしく輝けたらって思ってるんです。だから認めてもらえると嬉しいというか。とにかく私もモルフォニカもこれからよろしくお願いします。何か困ったことがあったらいつでも頼ってもらっていいですよ。じゃあ私そろそろ行きますね。選んだ服をお会計しなくちゃいけないので。あ、しまった、妹たちを待たせてるんだった。